コリーンキャンプはアメリカ合衆国の女優、映画プロデューサー。1953年6月7日にカリフォルニア州サンフランシスコで生まれ、子供の頃にサンフェルナンドバレーへと引っ越す。カリフォルニア州立大学のオスリ事故を在学中から演劇に携わり、タレントエージェントにスカウトされてテレビコマーシャルやテレビドラマに出演するようになった。 1973年に最後の猿の惑星で映画デビューした後、1975年にバーバラ・ストライサンド主演のファニー・レディやブルース・ダーン主演の輝け、ミス・ヤング・アメリカに出演し、1980年代から始まったポリス・アカデミーシリーズでは2作にわたり出演した。このか殺人ゲームへの招待で演じたメイドのイベット役、 地獄の目視録で演じた、プレイメイトのミス5月役、ブルース・リーの恋人役を演じた、死亡遊戯などでも知られている。1999年の映画、ハイスクール白所有統制ギャルに気をつけろ。では、リース・ウィザースプーンに演じるトレーシーの母役として、出演した。また、ピーター・ボグダノビッチ監督の、ニューヨークの恋人たちや、ニコラス・ケージ主演の、バレエガール。 マイケル・ J ・フォックス主演の遺産相続は命がけなどといったコメディ映画に数多く出演しており、出演作全体の傾向としては警察官の役を務めることが多い。過去の省歴は特にないが、1982年のセダクション盗撮された女、1993年のガラスの塔に出演した際はゴールデン・ラズベリー賞にノミネートされている。 女優業を継続する一方、映画プロデューサーとして制作に携わることもある。1986年にパラマウント映画社役員のジョン・ゴールドウィンと結婚し、2人の娘に恵まれている。ありがとうございます。